いつもロペチューンをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ロペレーの川久保でございます。今回ご紹介するお車はですね、2021年式フェラーリの F8 トリブートをご用意させていただきました。こちらですね、本日入庫したてでまだ広告にも掲載されてないんですが、おそらくこの動画を公開する頃にはプライス設定もですね、4300万円前後で掲載しているのではないかというふうに思います。はい、走行距離は2000キロです。はい、で現在ですね、ロッソコルサの F8 も、ね、こちらもありますので、ぜひ今2台ありますので、ご検討いただければなというふうに思います。で今回も生電話企画やっちゃいます。今日はですね、ロペライオファクトリーセンター、こちらの工場ですね、はい、にどの車が一番入庫が多いのかというですね、これを車種ごとでトップ5、はい、検証してますので、ぜひご覧ください。でその前にまずね F8 見ていきましょう。はい、こちら柄内装カラーはビアンコアブスというカラーになっていて、パールが入ってないソリッドのホワイトになりますね。で横から見ると、まあ、カーボンブレーキはもちろん標準になって色のブレーキキャリパーがついていたり、あとはこういったね、エアのインテークのところがカーボンになったりしてます。あと内装はですね、このおしゃれなレッドレザーですよ。このホワイトのステッチもあり、ヘッドレストにはフェラーリの刺繍がありという形でですね、はい、もうまあこれもうリセール考えたら鉄板の仕様ですよ。まああとやっぱ今中古車をご購入される方、はい、まあ新車でも検討されてらっしゃる方いらっしゃるかと思うんですけど、はい、何色がやっぱ一番ね人気があるのっていうのところあると思うんですけど、はい、これやっぱね車種ごとでやっぱ違うなと思います。ポルシェだとやっぱ最近クレヨン系人気ありますし、うん、フェラーリも当時は、ビアンコ富士というね、はい、パールの入った白で人気だったりしますけど、でもやっぱり鉄板なのは白と黒というところでしょうかね。はい、このまずフェラーリでクレヨンだったら人気色でなくなるんですよ。まあそうです ね。そうっすよ。だから車種ごとによって違いますよね。でも灰色のフェラーリかっこいいですよ。かっこいいね、おしゃれだよね。うちで言うと、ロペライオチャンネルであった812スーパーファスト、あれとかマットグレーでした、ね、マットグレー、はい、あれもともとカスタムしちゃったんだけどね、ノーマルでね、こちら紹介させていただいたんですけどね。で後ろから見るとこうです。実はね、サブチャンネルで F8 って以前紹介してて、実はガレージサーカスでおなじみの小牧さんのね、はいはい、お車をお借りしてやった以来ですね、はい、ロペライオチャンネルの方ではライブでも普通の本編の方でも紹介してますけども、今回サブチャンネルでゆるく運転はしっかりしますね。いい答えが入ってきた、はい、ゆるりとね、はい、インプレッションします。じゃあこんな感じで運転席周りもね、はい、ステアリングもカーブも押さえてます。じゃあ今日はね、まず F8 でちょっと試乗と走行テストをしながら、はい、生電話企画行ってみたいと思います。はい、うわやっぱ低いな、車高が低い。あれ、これちょっと待っていますが、こっち側のカメラには GLS だか GLE だか の AMG の車が見えるんだけど、どこから見ても見えないのよね今。こういうの怖いね。ミラーにも映ってなくて、ちょうど多分ここの C ピラーというか、はいね、ここに被ってて、この車が見えない、カメラで。ちょっとどこにあるのって思っちゃったのこれこういうのちょっと怖いね。運転難しいわけではないんですけどね、やっぱり、うん、フェラーリが事故っていうニュースはたまに見ますよ。そうなのよ、はい、やっぱね、これだけやっぱ低いといろいろな視覚が多分できる。やっぱ中この赤でこのダッシュパネルのところ黒っていう、この組み合わせはもう本当人気な鉄板の組み合わせですよ。うん、あやっぱこの辺のやっぱ最初の加速は458の方がなんかいい音するなって感じがするし、やっぱりこのミッションがやっぱ良くなってるから本当にスムーズすぎるんですよ。本当に優等生なんですよね。もう最近これもよく言う性格なんですけど、はい、優等生ってあんま褒めることがないんですよ優秀だから日の打ちどころがないというか平均点が高いので。そうなんだよね、はい、だからもうちょっと癖があった方がまあ、こんな面白いなみたいな味が、ね、堪能することもできるんだけど、できすぎくんですね。できすぎくんが100点取っても普通でしょ。のび太が100点取ったらのびちゃーんってなるわけですよそうなんだよね。のび太は最近の車で言うと何に例えられるのびちゃんはそれこそね、フェラーリで言ったら458スペチャーレとか、はい、乗り心地なんて全然もうね悪いしもうガチガチなんだけど、走りはマジで最強みたいな。いやあれがフェラーリだなっていう車だよ。
だからあのね、この F8 にもそのスペシャルモデルが出るのか分かりませんけど、はい、割とフェラーリは街乗りで乗れやすいようにしてるんだなって感じするのよね、はい、確かにスペッチとか本当乗ると、あ、これが本当のフェラーリだなって思ったりもします。早いな、早いんだよ、早いんだけど、はい、まだ刺激、スリルは足りないですか。そうなんだよね、これ。いやどうだろう、サブチャンネルだからこそ言っちゃっていいのかな、はい、やっぱ足りない、足りないね、なんか物足りない、やっぱ癖なのかな。正直ね、乗って楽しいかって言われるとちょっと違うんですよ、これって。だけど座った感じはもうザ・フェラーリじゃないですか。そうですね、そこなんですよ、フェラーリって感じるところは。早いね、音もいいですし、バランスも整ってるわ。でもやっぱりその、まあ、昔ながらのフェラーリ、うん、乗ってる方々は物足りないじゃん。そうそうそう、物足りないし、はい、でもここからフェラーリデビューされる方もいるでしょ、はい、そういう方たちはもっと次のモデル出たら面白いなと思うと思うし、うん、やっぱ時代なんだろうねこれはね。ちなみに僕この車結構楽しいなと。あ、思う、はい、昔のフェラーリはスリルというより怖いっていうのが結構大きいので、そこがねでも醍醐味でもあるんだけどね、はい、変速なんかめちゃくちゃ速いね。いやなるほど、いやなんか思った俺はやっぱ458が好きだまあだいぶ前からおっしゃってましたけどね、うん、改めて思うな。おお、ポルトフィーノ、ポルトフィーノでしたね。ポルトフィーノ良かったな。再生数は伸びませんでしたそうだ、再生数ではない、我々が我々はそこをね KPI に置いてませんのでとは言いつつも気になっちゃ う, ち, ゃうちなみになんですけど、うん、まあ、ここからあのサービスフロントの部長さんに あ、はい、あのお話を聞くわけじゃないですか、ランキング何が入ってると思います。何の写真入ってる。ああいいね、これね、はい、ロペライオに入庫している車に限るってことなんで、はい、全国の、ね、割合を調べてるわけではないです、うん、でただロペライオで扱ってる商品が多ければ多いほど入庫率は高くなってくると思うんで、はい、そういった意味で言うとやっぱポルシェとかは上位に上がってくるんじゃないのかなっていうふうに思います、はい、まあ、ポルシェの911、はい、911、そうだね、これは絶対入ってるかな。997ですか、991ですか。いやー991じゃないかね。ああ。無難に991での水漏れ、はい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 、オイル漏れ、これが1位なんじゃないかなというふうに思います、はい、はい、じゃあ到着ということで、はい、では電話します。はい、はい、もしもし。あ、お疲れ様です、川久保です。あ、お疲れ様です、はい、あの先日ですね、ちょっとあの私の方からご相談させていただきましたですね、はい、ロペライオのファクトリーセクター、いわゆる整備工場に入庫する車の多い車種ランキング、はい、トップ5、はい、ということで、あの調べていただいたかと思うんですけども、はい、今いいですか、発表してもらっても。はい、大丈夫です、はい、あ、ちなみに今日フェラーリの F8 トリブート乗ってるんですけど、さすがに F8 は新車保証がたっぷり残ってるんで、はい、入庫はないんですよね、この辺はね。そうですね、今のところ入ってきたことはあるんですけど、バッテリー交換とかそれくらいになります、ね、バッテリー交換でも弊社をご利用いただいてるんですね、これね。はい、私の友人がF8、F8 乗ってまして、マジ？上げたっていう。あららら、そうですか、はい、ご入荷ありがとうございます当社外購入なんですけれども、お持ち込んでいただいて1泊2日でお返ししました。純正で交換しました。あ、それくらいですかね、F8 は。あ、ちなみにそれバッテリー交換どれくらいだったんですか、費用は。意外と安くて、バッテリーが2万5000円くらいで、おお、純正品ですね。で、交換工賃は8000円くらいだったんで、3万円ぐらいで、はい、税込みでも4万円はいかなかったですね。これはロペライオ価格だからってことかね、はい、それもある、多少バッテリーが思った以上に安いです。それ定価で出してるってことでしょ、うちも定価です。はい、あららら、あ、そうですか。最近の新しめのフェラーリのバッテリー安いですね。へえ、あら、いいこと聞いた、はい、じゃあ今日はこの辺にしておきましょうか、はい、これからが本題ですね。じゃあすいません、まずトップ5からお願いできますか。はい、第5位はベントレーコンチネンタル GT、はい、おお、そうなんだ、はい、
でこちらが、うん、まあ一番重いのは本当チェックランプがもういっぱいついてしまうと。であとはあれですね、エンジン不調が多いですかね。あ、そう。それは認識で言うともうこの GT だったら。そうですね、今の方の前の方くらいまでも2015年くらい、はいはいはい、もうほぼほぼ全年式でっていう。確かにね、警告灯のオンパレードだったね、はい、時もあったよね。そうですね。で不思議とやはり12気筒の方が多いですね、うん、空いてくる車は。なるほど、そうですか。じゃあまずは1番の GT と。そしてじゃあ4位は何ですか。はい、4位はポルシェの911。おお、来たって喜んでいいのか。991型の前期型ですね。なるほど、当たりました、はい、当たった。これはどんな感じのトラブルが多いですか。こちらはもう皆さんご存知のもうほぼほぼ水漏れが一番多いです、ね、だよね、そうだと思いました。もう予想的中ですね。もうウォーターポンプからの水漏れがもう面白いくらい発生してます。そんなに多いんだね。はい、あ、分かりました。じゃあ、はい、いわき水漏れと。でじゃあトップ3ですね、いよいよ。はい、お願いします。第3位がアストンマーチン DB9 です。だってそんなに販売台数もさポルシェほどさ多くないのに入庫が多いんだ、はい、多いですね。あとは結構あの業者さんからのご相談が多いかなっていう。ああ、なるほどね。弊社で販売してなくても来るもんね、はい、そうです。あ、どんなトラブルですか。もうほぼほぼコンチネンタル GT と同じですね。エンジン不調とチェックランプのお祭り騒ぎと、あとは、ベルト関係の結構あの異音がすると。あ、はい、プーリーが結構弱くて、はい、エンジン冷感時エンジンかけた時にもキュルキュル音がするっていうのも結構ありまして、そこの、まあ、交換のご依頼が結構あるかな。9も結局2006、7年とか前の方の DB9 ですね。なるほど、はい、なんかエアコンが直らないっていう、はい、エアコンは、まあ、コンプレッサーが結構ダメになるのと、うん、あとはあの温風と冷風を切り替えている、うん、フラップモーターっていうものが結構ダメになったりします、ね、これはコンチネンタル GT も結構起きます、フライングスパーでも。わかりました。 DB9 ということで、そして DB9 を超えるアトップ2ですね。はい、はい、お願いします。第2位が、ポルシェカイエンです。あ、カイエン、はい、なるほど。そう、もうお決まりですね、オイル漏れ、水漏れ。ちょっと疲れてる。そんなに多いのが、うん、オイルフィルターのフィルターケースと言われるプラスチックの、まあ、オイルフィルターが入っているケースがあるんですけども、うん、劣化と振動でのひび割れで漏れることが多くて、はあ、はい、ヘッドカバーからも漏れるんですけどフィルターケースから漏れること結構ある。へえ、はい、まあ、その他、先日あのパナメーラでお伝えしたようなこととかも結構カイエンでも同じようなことが起きるので、はあ、そうですか。なるほど、分かりました、はい、じゃあ最後1位ですね。流行る1位は、はい、第1位はポルシェ、マカンです。マカン、はい、ポルシェばっかりじゃん。ポルシェ3つ来てるよ。マカン、何マカン、何あるのよ。この間マカンやったばっかりだね。カイエンとほぼもう 100% と言っていくらい同じ内容です、うん、あ、そうなんだ、はい。でもなんでマカンの方が多いの。まあその4位の991もそうなんですけども、うん、そもそもの台数が多いっていうのもあるんですよ。ああ、まあ確かにね、販売がね。確率論でいくとそうでもないのかもしれないんですけども、うん、当社で販売している台数も相当な数になるかな。確かに今だとそのお客様が、まあ、あのファクトリーセンターに、まあ、ご連絡いただくってことを考えると絶対数が多いっていうのもあると思うんです。あとは、まあ、マカンとカイエンに関しましてはトランスファーの不具合が多くて、はい、でここは、まあ、ぶっちゃけファクトリーにはなるんですけども、以前動画でも上げてまして、うん、加速時1速2速ぐらいで加速してる時に後ろからこうトン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 と小突かれたような振動が来るんですね、うん、でこれをディーラーさんに相談すると、うん、トランスファーのアッセンブリー交換って言われるんですね。おおよそ70万円くらいらしいです、うん、ただ、ちょっと裏のメニューとして、うんうん、トランスファーのオイル交換というのがうちでもできるんですね、うん、およそ3万5000円くらいでできるんですけども、うんうん、それで8割方治ることが多くて、はい、これ耳寄りの情報ですね。これは、はい、あの動画にももう3年ぐらい前ですかね上げてるので、その動画を見たお客様から新規でご連絡いただいて、うんうん、
トランスファーオイルを交換して治った方いっぱいいらっしゃいます。あ、そうなんだ。これも、実を言うと、うん、仲のいいディーラーさんから裏メニューとしてこれやってみたら変わりますよっていうのを教えていただいて、あら、それ動画で言っちゃって大丈夫なやつ？ね、で教えていただいて実際やったところ、うん、思いのほか、症状が緩和されたっていうのがありまして。あ、なるほどね。メニューでも、はい、採用させていただいている。でもこういう情報こそ大事だよね、本当に。そうですね、誰かが。すごくありがたい情報でしたね、うん、なるほど。まあ、昔は本当に一番多かったのはもうダントツで G クラスだったんですね、うん、ああね、そうだよね。もう水漏れ、窓落ち、サンルーフの異音、うん、オイル漏れ、うんうんうん、散々やってきて、やはり G クラスが一番多かったんですけども、うん、はい、G クラスのオーナー様が、うん、もう新型に皆さん乗り換えられて、あ、まあまあ保証が残ってたり、保証が残ってないお車でも、うん、やはりその以前のような不具合っていうのは、まあ、まあまあ改善されてまして、うん、窓落ちとかもまだ1台もないんです。優秀。はい。で、サンルーフも、ガラスサンルーフになってからは一度も異音が出たりとかもなくて。ですので、まあ、G クラスの入庫というのは、ファクトリーセンターとしては結構減りましたね。まあ、入庫が減っただけで実際故障はね、きっとまだあるとは思いますけど。そうですね、まだお乗りのお客様は、うん、定期的にやはり入庫されている方の方が多いです。いろいろと不具合が、はい、わかりました。はい、すいません、どうもありがとうございました。はい、またお待ちしてます。はい、かしこまりました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ポルシェポルシェしっかりバカンやったばっかりなのに逆にタイムリーになっちゃいましたね。バカン3台やったよ、はい、ポルシェってやっぱそんな水漏れ多いんだね。まあそうですね。いや、ほんと一時ポルシェは壊れませんなんて言って売ってた時ありましたけど全然そんなことないじゃんっていうのがうちのメカニックの意見なんだけどね、はい、まあ、ただロベライオのラインナップ、はい、ね、ポルシェの車種が多いですから、そこからするとやっぱりポルシェが自然的に多くなりますよっていうところもあるんだけど、はい、ね、まあそれにしてもベントレーってね、やっぱね、イギリスはやっぱ入ってくると思うし、でも案外ね、メルセデスとかなかったよね。たくさんのこと、AMG もないし、BMW もないし、オーディもなかったですね。まあメルセデスは置いといて、うん、その BM とアウディの多分何倍もポルシェを多分売り上げてる、うん、販売してるので、そこはやっぱ大変になったのかなと、余計こと、うん、ここ半年とかな。では本日はこれまで、ご視聴ありがとうございました。